さんこんにちは。お元気でしょうか。私の髪伸びたと思わない？だから最近おでこ上げたりしてるんだけどさ、そうは言ってもちょっと伸びたなと思って、今日は美容院に行きました。今日はね、湘南まで来たの。最近は表参道のサーカスバイビューチョリアムの小暮ちゃんに、純レギの小暮ちゃんに切ってもらってますが、今日はその巨匠ビューチョリアム七里ヶ浜の川端さんにカットなのかパーマなのかやってもらおうと思っております。どんな髪型になるか、みんな楽しみにしてちょ。ということで、店内ね、あんまりゆっくり撮れないかもしれないんだけど、とりあえずトライします。お楽しみに。ボッサボサね、私の髪の毛。では、始めます。スタートー。そんな中で、今日も、湘南にやってきました。声が大きいよ。もういつも声が大きい。先日も YouTube で、はいはい、寒い中に入ろう、中に入ろう、先日も YouTube だっけ、はい、あれ、あ、そうです、 YouTube そうよね、みゆきさんとね、はい、そうそうそう、で、あの、はい、紹介したお店、あの、私はビューチュリアムがそこなんだけど、今日はヘアカットに来て、ここの店内はとても可愛いインポートのね、お洋服がたくさんあるんだよ、はい、先日も紹介したけど、またちょっと私髪の毛切ったらまた帰りに寄ろうかな。ジェシー、ジェシー、かわいいね。ちょっと私の今日の全身撮ってもらっていいですか。すごい素敵な感じ。リカ子さん、そこに行った方が、ここ、はい、ここ、はい、そこが綺麗です。大丈夫です。こんな感じ、寒いから。そうですよね、元通り。そうですよ、こんな感じになっていて、今日はどうぞどうぞ。もうシンプルなんですけど、これね、ほら、はい、両方リバーシブルで切れるの、いいでしょ。いい、あ、いい、うん、中がエコムートン、そう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 、すごいいいよね、素敵ね。まあこんな日にはここの帽子あ、やだ、あ、やだ、どうしよう、かっこいい、やっぱりかっこいい、似合わないって言われてる。いや、似合ってます、すっごい似合ってます。マジで、はい、じゃあこういうのはどうかな。もうそういうのはもうハマりすぎるのでやめてもらってもいいですか。恥ずかしくてやめてないよ。そんなことないですよ。ロスとかにそうだよね。いや最高です。最高です。なんかこんな感じ、最高です。いるよね、いるよね、いるよね、います、います。なんかなんか白もいい、これかわいいじゃん。そうなんですよ、春先に着れる感じのジャケットみたいな感じで、あ、かっこいい、かっこいい、マジで、かっこいい、かわ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 いい、美容室に行きます。はい、行ってらっしゃい。ということで、七里ヶ浜のビュートリアムに来ましたけど、そう、巨匠、いた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 、川端さんいたよ。なんか今日かわいくない？ちょっとメンズのコーディネート、みんなちょっとなんか参考にしてもらう。この春先にそういうベストいいね。今日寒いもん。ちょうどサーマルにそのベストかわいいね、コーデ。いや、ほんと川端さん、あ、かわいい。それどこの、どこの、かわいい。川端さんおしゃれなんだよね。ほんとによろしく。あ、つるつる。じゃあ私ちょっとこれからカットしたいと思います。どうなるかは後のお楽しみ。言わないよね。言わないよね。今とりあえずカットしてます。巨匠のカットね、巨匠のカットがね、これね、生まれ持ってもうハサミを持たせたらすごかっただろうっていう手なんですよ、この川端さんの手ってね。すごい、職人みたいな。カニ、いや、だけどさ、すごいよね、これ。やっぱり生まれ持っての美容師って思ってなかった、自分では。思ってなかったの。な、何に、可愛い子が好きなの。可愛い子、そうそう、だから可愛くしてあげたいっていう気持ちで可愛くなるわけだね。それ大事なことだよね。私も今日可愛くなるかな、楽しみにしよう。可愛くしてよ。そんなわけで、私はちょっとくりくりくり、これってことは
パーマよね、パーマかけるわよね、どうなるか楽しみよね。はい、お楽しみ。そしてですね、ここあの七里ヶ浜のビュートリアの外はですね、こんな風になってますよ。海の真ん前なんでとっても気持ちがいいです。今日は曇ってるけどね、でも海が見えるっていいよね。はい、ということでお楽しみに。チーン。そんなわけで、あ、始まってる、うん、どうこれ、これでもなんか今変だよ。いや、大丈夫。ちょっと後ろもみんなに見てもらって、かわいい皆さん、どう、バッチリいいじゃないですか。いい、はい、私たちのテーマは何だったっけ。あ、デビームーン、リンダ、リンダと、うん、デビームーン80年代ね。80年代。そう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 。なんだっけ？そう。映画の名前は、ゴースト。ゴースト。そう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 。忘れた。ちょっと可愛くなりました。いかがでしょうか？これは本当簡単なんだよね。うん。わーっと顔出して。ケナラグ作ったの？ケナラグ。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 ケナラグね。けながれ。いや、いいね。大丈夫？これさ、なんかさ、玉葉のおばさんみたいになってないの？大丈夫。そんなことないよね。今日はこのこれ、私よく聞かれるのよ。ヘアプロダクト何使ってますかって。これ、ここのブランドね、全部。イタリアンの 100% オーガニック。これ お店で売ってる？これ売ってます。これすごい。このシリーズめっちゃいいよね、全体的に。超おすすめ。リカコさんとかはないんですか？ないの、ヘアプロダクト。うん、これは何？クリーム？クリームなんだけど、ちょい接触力があって、カール用のやつなんですよね。うん、いいね。気持ちいい。で、固まるの？ちょい固まる。これ買っていかないと。パーマなんで、折れるから、ほんの少し強めにかけてあります、うん。ありがとうございます。それがまたね、巨匠の極みなんですよ。折れるんだよね、シャンプーです。でも、取れた時に良くなるのが巨匠の極みなんですよね。巨匠はね、こう取れた時に良くなってくることを計算してやってるんですよ。この辺なんですよね、やっぱね、可愛いのが。ね。女子としてはこの辺がなんか急になんかちょっとおばさんっぽいようになるのも嫌だし。いや、クリクリリカコになっちゃった。どうでしょうか皆さん。みんななんて言ってるかな今。かわいいとか言ってくれてるかな。かわいい。やっぱりパーマかけない方が良かったとか、みんなさ、本当にさ、勝手なこと言うのよ。わかる？僕はいつも言ってる、黒い方が好きなんですよね。そうなの。色が黒い方が好き。巨匠は黒い方が好きだって言うんで、もうちょっとしたら黒くします。これが取れてきたから。ね。まあ、ちょっとパーマかかって気分が変わったので、春に向かって気分を上げていこうと。いいね。こういうとこね。こういうとこ。この優しさ、ちょっとした優しさ、こういう耳の横とか、ね。あと何ですかこれ？あ、これもいいですよ。これはシャビーマットっていう、そう、同じブランドのちょっとこう締めたいところにつける、はい、ワセリンみたいな感じよね。ワセリンっていうか、なんていうんだっけ、そういうの私たち言葉が出なくなってきた。ワセリン？ワセリンの仲間なんていうんだっけ。見て顔にもつけられるやつよ。最近さ、教えてみんな。もう私さ、最近みんなに聞いてる言葉が出る。ちょっとダメね。ほら、そういうさ、まあいいや。いい感じですね。こ
これ本当前髪上げちゃってもかっこいいし、ね、前髪とかってもね、うん、前髪前髪上げたらリーゼントっぽくなるもんね、うんうん、なんかね見てる人たちね前髪上げてるのすごい好きだって言ってくれるから、たまにはね前髪上げて、伸びてきてもいいよね、これなら、ね、いいと思いますよ、うん、あー気持ちいい、気持ちいい、雪降らなくてよかったね、よかった、雪降ったら来れなかったもんね。さあ、ということで出来上がりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。今回もまた新しい感じのヘアができましたよ。今回は小暮の巨匠、川端に七里ヶ浜、もう予約が取れないんですよ、皆さんの。あれですかね、これ見て川端さんに切ってもらいたいって言っても3ヶ月先まで予約がいっぱいですから気をつけてくださいね。順番待ちで皆さん来てください、はい、順番はかかりますけど来てくださいイエーイ、あ、いいね、いいね、ありがとう、イエーイ川端さんでした、ありがとう、バイバーイ